どうもどうもお疲れ様です。朝公園を散歩しているエステちゃんです。今日はですね、まあどうでもいい個人的な話というか、をしていきたいんですけど、近くにですね大きめの公園があるんですけど、そこを根城にしている女性のホームレスの方がいまして、でまあその人の話なんですけど、今日はで、なんかもうその人見ると、あの極楽とんぼの山本さんを思い出す体型なんです。そういうああいう体型をされてる女性のホームレスの方がいて、最近結構お目にかかるというか目にするですね。で朝散歩公園行くと、あの水飲み場があるんですけど、あのそこで朝シャンというかね、マシャーってこう水をこう浴びてるたりとか、なんかこう、まあ、商店街とかなんかあるんですけど、そこの商店街の一角にある不動産屋さんの前で寝てたりとか、朝ね。あとはなんか夕方、あいると思って思ったら、なんか公園とは全くあの別の方向に、こうどっちかというとその繁華街の方向へあの歩いていく行ったりとか、なんか、まあ、謎なんですけど、こうなんで不動産屋さんの前で寝てたんだろうとかね、あの水浴びは分かるんですけど、なんであの夜違う方に歩いていくんだろう、根城と違う方に歩いていくんだろうとか、あのいろいろ謎大きい女性なんですけど、あとその人のとのあのその人を初めて見たのが結構衝撃的で、多分1年は経ってないと思うんです。何ヶ月か前というか、去年の秋とかなのかな、なんかまあちょっと覚えてないんですけど、にその平日真っ昼間というかね、午後1時か2時かそれぐらいの時に、まあこう近所歩いてたんです。その図書館の帰りにね、こう帰り道歩いてたら、なんか2、30メートル先で、あのもう車1台通れるぐらいの、もうまあ狭い道路なんですけど、そこのところでの真ん中でなんかこううずくまってる人がいると思って、であれと思って、人かな物かな、ちょっと分かんなかったんですけど、なんかまあうずくまってる感じ、あれ具合悪くなったのかなと思って、どんどん近寄ってたら、こうなんかどうやら流れてくるものがあるぞと、まあつまり尿なんですけど、ということと思って、で、あと思って、だからその方があの道の真ん中であのこう用を足してたんですね、座って、まあじゃーっと、でと思って、今って立ちションもダメじゃないですか、なんか軽犯罪法違反みたいな、立ちションももう見なくなりましたけど、なんか立ちションを超えてるっていうか、なんかと思って、で本当はそこそのね女性の方を通り越していきたかったんですけど、真ん中道の真ん中でずっとこうこのションをしてるから、なんか怖くて、好奇心としては通ってみたかったんですけど、でもなんか変になんか絡まれても怖いんで、あの遠回りして帰ったんですね。でそっから何ヶ月か見なくしての突然ここ最近なんかお見かけするようになって、でもなんかもう全然意味合い違うんですけど、なんか私の中ではもうそのねモションというかねしてる時からもうなんかあジェンダーレスだと思って、なんていうか今ね立ちションもダメなのに、なんか女子があの女子のモションって
見たことないっていうか、そのね、子供の時とか、なんかね、もうなんか山の方遠足行って、どうしてもみたいなね、時とか、ね、あったですけど、大人の人がね、しかも街中というか、その住宅街というか、いや、すごいですね。だからもう、こう、お見かけするために、あ、ジェンダーレスだと思って、なんか、そう呼んでます、私、心の中で。はい。で、なんか、結構、ジェンダーレスを最近ね、見かける回数が増えてきて、もうどうしても言いたくなっちゃって、もう今言う時だと思って、ちょっと今日は、今回は、ちょっとその私が心の中で呼んでる、心の中でジェンダーレスと呼んでる、そのホームレスの女性のお話しました。はい。いや、すごいっすね。なんなら、その、極楽の山本さんをテレビで見ても、その思い出します、その女性のことは。ああ、と思って。そういえば、みたいな。はい。っていう感じです。なんか、また何かあったら、あげたいと思います。終わりです。